はい、どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、高校生16万人が選ぶ大学人気ランキングのトップ90校っていうところで、全国網羅版の大学ランキングっていうところでお送りしていきます。ぜひ最後までご覧ください。その他ですね、このチャンネルでは就活転職ランキングネタをですね、皆さんに提供しているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をされておくと良いかなと思います。はい、ということでですね、早速行っていきたいんですけれども、最新版の高校生16万人がですね、回答をされました。はい、人気の大学、今一番行きたい大学っていうところのアンケートですね、 JS コーポレーションさんっていうところがまとめてますので、今日はそのアンケートをもとに発表していきたいと思います。はい、じゃあですね、早速ですね、私立の大学1位から30位のランキング発表っていうところでいきたいと思います。まあ偏差値で言うと、まあ総計上智とかマーチみたいなところでランクインはしてるんですけども、人気度ランキングですかね、ちょっとどういう順位になるのかっていうところですね。はい、1位から30位一括で発表していきたいと思います。こちらです、ドン。はい、1位青山学院大学、2位近畿大学、3位関西大学、4位明治大学、5位慶應義塾大学、6位早稲田大学、7位同志社大学、8位立命館大学、9位上智大学、10位中京大学っていうところですね。はい、11位以下はですね、こんな感じになってます。はい、日大や駒沢があったりとか、まあマーチがあったりとか、関西学院大学、東洋大学、まあ法政大学、南山大学とか、まあちょっと地方の私立の名門大学とかがランクインしているかなっていうところです。はい、意外にですね、偏差値ではそんなに高くないんですけども、帝京大学とか中部大学とか、そういったところは人気大学としてランクインしてるっていう状況ですね。はい、1位の青山学院大学はですね、やっぱりですね、立地といいですね、まあ表参道に3、4年のキャンパスがあったりとかですね、かなり憧れのおしゃれな大学ライフみたいなところでめちゃめちゃ人気です。はい、で2位の近畿大学に関しては、まあマグロ大学って呼ばれてたりとか、結構先進的な面白いことをやってたりとか、まあ新しいこれからの時代の何か IT とか面白いことができるんじゃないかなみたいな大学生が集まっているっていうところですね。はい、まあ偏差値で言うとですね、総計上智周りっていうところが高いんですけれども、人気度で言うと総計は 5、6位で、人気度の青山学院大学とか明治大学とか、そこら辺がランクインしてるっていう面白い結果になってます。はい、11位以下に関しても、まあマーチとかっていうところよりも日大とか駒澤大学とかが人気度としてランクインしてたりしてですね、これは結構面白い結果になったんじゃないかなと思います。はい、意外とですね、偏差値順ではないっていうところがわかるかなと思います。じゃあ続いてですね、国立の1位から30位っていうところですね。私立はですね、まあそういったですね、今時感とかそういったところも加味してランクインが形成されてたんですけども、国立はどうなんでしょうかっていうところですね。1位から30位こちらです、ドン。はい、1位東京大学、2位筑波大学、3位大阪大学、4位名古屋大学、5位北海道大学、6位東北大学、7位京都大学、8位静岡大学、同率8位千葉大学、10位九州大学、11位以下はですね、神戸大学とかですね、まあ地方の大学、お茶の水大学、一橋大学とか東京工業大学みたいなところがランクインしてるかなと思います。はい、1位の東京大学、まあブランド的にもですね、東大生っていうところで、まあ1位は固いかなっていうところなんですけども、2位は筑波大学が意外とランクインしてると。はい、16万人の高校生なんで、かなり母体も多いはずなんですけども、筑波大学、まあ偏差値で言うとですね、そこそこは高いんですけども、ベスト5ぐらいではない大学なんですけども、かなり人気度は高いです。はい、筑波大学ですね、めちゃめちゃ広大な面積で、もうキャンパスの生徒たちは自転車で移動してみたい、そんな感じのことが言われててですね、まあ結構筑波大学は面白い大学なんじゃないかなと思います。大阪大学、名古屋大学、北海道大学、まあ地方のですね、名門の大学がその他ランクインしているっていうところですね。で、意外なのはですね、やっぱり一橋大学とか東京工業大学ですね、偏差値で言うと、もう文系だと一橋大学がトップ3、東京工業大学も理系だとトップ3みたいなところなんですけども、人気度で言うと意外と10代とか20番台になってしまっているっていうところなので、やっぱりですね、偏差値と人気順はそんなにも相関しないのかなっていうところです。はい、じゃあですね、最後公立のランキング1位から30位っていうところですね、ランキング発表していきたいと思います。こちらです、ドン。はい、1位大阪市立大学、2位東京都立大学、3位静岡県立大学、4位大阪府立大学、5位名古屋市立大学、6位明桜大学、7位愛知県立大学、8位横浜市立大学、9位同率で岩手県立大学と兵庫県立大学っていうところですね。11位以下はですね、神戸市外国語大学とか、
まあ、埼玉県立大学とか、高崎経済大学とか、まあ、地方のですねちょっといい感じの公立大学っていうところがランクインしているっていうところですね。はい、まあ一律とか公立の大学に関してはですねそんなに名前聞いたことない方もいらっしゃるかなと思います。6位の明桜大学はですね沖縄の大学だったりもします。はい、横浜一律大学はですね結構まあ神奈川の名門大学で、まあ、おしゃれ感のある学生とも言ってるようなイメージですね。はい、っていう感じで、まあ、公立に関してもこんな順位かなと思います。公立に関しては、まあ、東大総研みたいなイメージとかあんまりないんで、意外感はそんなになかったりもするんですけども、こんな順位になってました。はい。まあ、まとめとしてですね、結構偏差値に関わらず、先進性とか IT とか、最近面白いことやってるとか、まあ、おしゃれ感とかですね、まあ、青山学院、表参道キャンパスみたいなところだとか、筑波大学、めちゃめちゃ自然でいろんなこともできて、スポーツもできてみたいな、そういったところが、まあ、最近のトレンドなのかなっていうところです。はい。というところで、まあ、16万人の結果っていうところで、送っていきました。皆さん、いかがでしたでしょうか。はい。今日のテーマ、高校生16万人が選ぶ大学人気ランキングのトップ90校全国網羅版っていうところでお送りいたしました。よろしければチャンネル登録をお願いします。今日もありがとうございました。